キチャンネル。ちょ、金曜日です。総チェック。はい。金曜日と月曜日はプロ野球、佐々木チャンネル、総チェックでございます。今週もね、火、水、木の3連戦、ね、どこよりも詳しく、ね、どこよりも圧倒的な話術で、皆さんのね、プロ野球の楽しみ方伝えていきましょう。ね、これ動画ね、1時間ぐらいになっちゃいますから、ね、前置きのトークはね、これぐらいにして、まずはね、行きましょう。ね、まずはパリーグから、ロッテ対日本ハム。4月4日、6対4でロッテ。5日、2対1でロッテ。そして6日、6対1でロッテ。ロッテの3連勝！開幕3連敗したけども、日本ハムを3連勝で下して5割復帰っていうね、ところになりましたけども、ね、4日、6対4でロッテっていう中でね、ロッテ先発西野、横井76球、5安打6三振、1四球4失点と、まあ4失点したけども、投球自体はね、まっすぐカーブ、スライダー、フォークと、ね、悪くなかったと思う。フォームのバランスも良かったし、コントロールも良かったし、まあ、失点はね、多くなったけども、まあ、フォアボール1っていうところでもね、見てわかるように、状態としてはね、悪くなったかったと思う。ただ、まあ、若い時に比べてね、これっていう球がないので、全体的にバランスはいいけども、これっていう球がないので、ちょっと配球を考えていかないと、ね、何を投げても抑えれるっていうような、投球スタイルではないんで、そこら辺はね、まあ、もうちょっと反省するところは必要かなっていうところがありますね。で、日本ハム先発ポンセね、3回3分の1、70球、8安打2三振、1四球5失点というところでね、いい形のね、ピッチングでっていうところは期待したけども、まあ、その日ね、千葉テレビで解説してましたけど、解説の時でもね、まあ、ちょっと下半身使わないで、上体突っ立ってるだけでね、上体に力入れるだけで投げてるから、制球が安定しないと。あとボールが高めに行くと、低めに行かないと。でポンセはねどっちかっていうとストライクゾーンの中でボールを動かしながら打たせて取る勝負していくピッチャーなのにねその状態だけで投げてたら良さが全く生きないから下半身もうちょっと使った方がいいですねっていうところをね言ってたんだけどもまあ実際ね左大腿四頭筋ね付着部ね部分断裂っていうね腱っていうところで全治4週間膝の炎症があったっていうところでねまあこれを聞いてまあ納得っていうところだけどももしこれがなんか情報によると前々から痛めててっていうんだったら正直無理するところでもなかったよね無理して投げさすよりもしっかりね大事になる前に休ませて早く復帰できるようにまあね投げても投げなかったも変わらなかったかもわかんないけどもねちょっとそこら辺はねどうなったんだろうと思うところがあるけどもねあの投球自体のちょっとねピリッとしないところはあこういう怪我があったんだっていうところはねちょっとポンセらしくなかったんで納得したところかなとでねこの日の攻撃ね日本もね初回野村がねインコースストレートめちゃくちゃいいところそんなね簡単なところじゃないそれを腰の回転とねこの肘の畳っていうところでねうまく打ってレフトでスリーランホームランねナイスバッティング4番任せるだけあるでね4回清宮がねセンター前ヒットこのね1打っていうところでこれもね、同点に追いつかれた後、勝ち越しするんだけども、先頭野村がね、センターへツーベース。で、清宮がノーアウト二塁からセンター前タイムリーヒットを打って、ここの勝ち越しでね、もう一気に、まあ初回の3点だけでね、いや、これもう日本ハム勝ったかなと。でね、追いついたけども、清宮のね、ヒット1本で、勝ち越して、いや、これも完全に日本ハム流れやな、日本ハム勝ったかなっていうところをね、ロッテが逆転していくわけだけど、その中でやっぱ一番大きかったのは、このね、2回裏、山口のね、ライトへツーベース。これライン際、これね、ライトツーベース、ナイスバッティングだけど、これで一番びっくりするのは、ライトの矢沢。ね、めちゃくちゃ打球追うのに、足速かった。で、ダイビングして飛びついたんだけども、まあ、取れなかったんだよね。ライト、ライン際ね、フェンス、間際のところを。でも、一瞬取るかと思った。めちゃくちゃ速いから、スタートも。で、加速力も。で、ダイビングの形もめっちゃ綺麗で、いや一瞬取ったかなと思ったけど、取れなくて。で、その後の処理も速かった、矢沢はね。で、まあ、結果ね、山口のヒットでツーベースになるんだけども、この山口のツーベースの凄さもそうだけど、この時ね、矢沢のね、打球を追いかけていくスピードの圧倒的な速さに一番びっくりした。で、その後ね、ノーアウト二塁になって、ポランコがね、今季初ヒット。で、移籍して初ホームランのね、ライトへのツーランホームラン、ポランコ。で、これでね、2点取って、この球場雰囲気もね、このノブランスリーランで沈んでて、いやーまたこれも4連敗ちゃうんかっていうところ、このポランコのツーランでグワーって上がったのはね、かなり大きかった。でね、3回の裏は荻野レフト前、角中センター前、で、3番中村をね、バンドするも清宮フィルダー消失。まあ、すっごい、清宮はめっちゃチャージしてくるから、すごいいいんだけどね。でも、ね、こう序盤っていうことを考えたら、無理しなくてファーストでよかったんちゃうかって俺は思う。積極性をね、なくしてほしくないから褒めたい、正直。だから頭ごなしにダメって言いたくない。でも、この、イニングとか考えたら、あそこ無理して、ね、
タイミングアウトだったらよかったけど、無理してで取ったから早かったよ、プレー自体はよかった、でも無理して回が早かっただけに投げなくてもよかったんちゃうかと。でオールセーフフィールダー消失になって、まあ、その後ね山口のセンター犠牲フライで1点というところで、まあ、清宮がファースト投げてねワンアウトに3塁になったとしても犠牲フライで1点取られたかもわかんないけどね、まあ、ここをね1失点で抑えたっていうところはね、あの日本ハム的には良かったので、同点でね終われたんでね、逆転されないで、でその後清宮のセンター前でいやせっかく追いついたのに また勝ち越しやる流れで日本ハムかなと思ったらね、4回裏ね、あの藤岡がセンター前、まあ、この日ね藤岡は4打数4安打なるんだけども、まあ、ショートのね友杉も取ってね争いになる中で、この杉、ね、藤岡の 4-4 っていうのはね、あの自分自身にとっても良かったね藤岡はね。でその後ね田村バントで藤原がセンター前タイムリーヒット、これもねチェンジアップ空振りしといて、勝負球追い込まれてからもう一回チェンジアップ来るけどもね、その空振りした時は若干引っ張り気味に行ったけども、その次のチェンジアップ同じような軌道を2回は通用しませんよって言ってね、ほんとねコンパクトにミートを振ってセンター前同点タイムリー、1回失敗したことを打席内で学習してそれを攻略していくっていうのは非常にね。でその後ワンアウト、一塁になって荻野がねレフトへ三塁線抜けるねタイムリーツーベースを打って、藤原がね一気にねあのホームへ帰ってきて、まあ勝ち越しになるわけだけどもね、この連動良かったね。しかもねこの試合ね、あの4ギダね、あのが吉井さん結構硬いね作戦がね全体的に、でもそれをきっちりバントしたやつを得点に結びつけてるっていうところがねまたいいね、まあそこはね選手が欲しいところで一本出てるっていうところではね、このまあ福岡三連戦はね全くなんて言ってもいいほどベンチが動くこともできないぐらい圧倒的にやられたけどね、まあここら辺は躍動したかなとね。で6回裏ねまた藤原がセンター前ヒットを打って沖のバントきっちり送ってね、でセカンド行ったところでね牽制ピッチャー鈴木爆走球とんでもないところ投げる、でセンター今度ね、磯畑それ慌てて取って後逸で一気にセカンドランナーホームインっていうね、もうあの冒頭掘った時点で三塁まで絶対行かれるんだからね、あの慌てる必要もないのよ、もう取るだけでいいのよ、それを何を慌てたかね、ひょっとして三塁投げようとしたか分かんないけども、バッとでもねこの時一番すごかったのライト矢沢カバー来てたよ、磯畑の牽制の後ろすぐ後ろいたもん、カバーマニアとしてはあれはすごい、矢沢グッグッとカバー、ああいうの大事ね、俺はああいうの大好きだよ、きっちりあの牽制でも磯畑の後ろにカバー来てるってね、ほんと素晴らしい、そのね山口の時のプレーもそうだけどね、あのそういったところのね献身的なところはねルーキーだけど続けてねずっとやっていってほしいね、本当に素晴らしいプレーだったと思います。でねこれの1点目これでね6対4になるけど、これでまあ勝負あったっていうところはね非常にでかかったね、日本ハムとしてはミスでねっていうところもね、せっかくね野村のスリーランでいい形だったのにミスでっていうところの流れ悪いよね。5日の試合ね2対1でロッテの勝ちっていうところだけど、この日のテーマはね両チーム守備いいところ出たのに最後はミス合戦でミスの多さで負ける日本ハムみたいなね、ところではロッテはねこの初回ね磯畑のセカンドゴロをね中村が一塁からダイビングキャッチしたりね、松本の、ね、ライト前抜けるかと思うんでファーストライナーね山口がジャンピングキャッチしたり、ナイスプレー、するわけだよね。で守備の方でもねで5回ワンアウト一塁からね上川畑のライトオーバーで、ね、抜けるかっていうところを荻野がね後輩しながらジャンピングキャッチでねフェンスに当たりながら取ってねグッキャッチジャンピングキャッチだから、あれもね素晴らしい守備だったしね。でまあねメルセデスはね巨人時代から5、6回来たら崩れるっていうところのね状況あっただけに、あれ荻野が取れてなかったら去年の二の舞で巨人にいた時と一緒じゃんっていうぐらいね5、6回で崩れていくってなってたと思うの。それをね荻野が救ってねあのメルセデスはきっちり6回ね投げ切ったっていうところでは、このね守備の好プレーっていうところがメルセデスをね支えたって言ってもね過言じゃないと思うね。で、まあ、日本ハムもね7回表ピッチャー中森からね松本が、センターへツーベース打ってね、で、野村が三振して、で清宮のところでねワイルドピッチねバーッと球が飛んなきゃ、あれは止めなきゃいけないよ、止めれるよあれはね。でランナー3塁行って清宮はフォアボールだけども、でワンアウト1、3塁からマルティネスね、このライトへのフライが行くわけ、その前にねフェンス際で、これね一つ問題がある、荻野が取ろうとして取れなかったのか、わざと取らなかったのかが分かんないんだよ。これもしわざと取らなかったらね、超ファインプレーだよ。だって取ったって、あの、この時0対0だから、タッチアップで1点入るわけ。ワンアウト1、3塁だから。だからタッチアップで変えられるから、わざと取んなかった説もあるんだけど、あの映像見たら取りに行ったけど、フェンス怖がって取れなかったに見えんだよね。どっちなんだ、大きいのっていうところはあるけどもね。で、結局取れなくて。で、まあ結果はね、最後ね、センターへの犠牲フライになるんだけど、あそこもうちょっとね、
ね、中森ね、1勝したプロ入り初勝利、それはおめでとう、すごかったと思う。でも投球自体は高いね、もうちょっと低め投げていかないと。あそこもね、まあ、田村の指示の高めっていうのもあるけども、低め低めでゴロを打たしたいところをおあつらい向きのね犠牲フライ打てるところに投げちゃったっていうところはね、ちょっともったいないかなっていうね。で7回ぐらいね1点取られた後にね、ロッテとしてはね、あのピッチャーメネズね、藤岡フォアボールでね、田村をここでねバンとするわけ、ね、でここでリップアップチャージ引いてくる野村と清宮、チャージ引いてきたところをね、なぜか初球なのにバンとする田村バッと、でサード野村が取って、で間髪入れずにセカンド投げて、これがワンバウンドになるんだけども、上川端ナイスキャッチ、グッと上川端、まあ、野村と清宮のチャージもよかったよ。でも田村に言いたい、初球ね、ノーボールノーストライク、めっちゃチャージしてきた、引けっていうね、そんな慌ててする必要ないやろ、バンと、もしくはバスターしろって、めっちゃ出てきたんだから、それなんでやっちゃうの、出てきてるところにもう正面、もうちょっと余裕持っていこう。でそこでね、ワンアウト一塁になるんだけども、まあ、田村のダイソーね、友杉出てきて、でここでね藤原がピッチャー強襲、メレズも取れたかもしれない、取れたと思う俺は、でもそれをね弾いて内野安打で、ワンアウト一塁 でここ玉井に変わるんだけども、でフォアボールで、ワンアウト満塁で、角中もねファーストファールぐらいに取って、まあ、ツーアウト満塁しのぐかっていうところで、まさかの中村翔吾の時に暴投、あれはねキャッチャー宇佐美取れない、あれと、まあ止めなきゃいけないけど、止めたらスーパープレーでも大きく弾いちゃってね、で2人のランナー帰ってくるわけ、ね、でセカンドランナー藤原もね、いやーっとくらーっと一気に帰ってきて、本塁ヘッドスライディングセーフ、ナイスオーリー、ナイスヘッドスライディングだけども、ピッチャー玉井、ね、ここベースがここにあったら、こっちに立ってこう来て、こっちにランナーから来るわけ、ここに立たない、ここに立ってこうもらわなきゃいけないわけ、そしたらこういけるわけよ、タッチがね、それはここに立っていくからタッチが遠くなるわけ、だからベースがあったらここに立つ、キャッチャーが前にね、こっちがそっち、あなたの方がマウンドだとしたら、ベースがあったらここに立つわけで、もらってタッチしたらタッチできるわけ、それをここに立つわけ、ここに立つからタッチが遠くなるわけよ、ね、まずこのね立ち位置悪いで、慌ててポロンチュしてセーフでしょ、あれ取ってたらタイミングアウトだったよ、そういったところねバーッと持ったよで、ミスってね、せっかくバントでミスしてくれてるのに、その上を行くミスをして点を2点献上して逆転負けバーね。でまあこの日ね、まあ、藤原のね打撃が良くなったところを見てるとね、これ開幕戦の時から見てて藤原の打撃の良さ良くなったところを見てたんだけど、右足のステップ去年まではもっとグワーって言ってたと思うの、力強くグワーって言ってたところが歩幅が狭くなってるような気がするんだよね、まあ、気のせいかもわかんない、右足のねステップが小さくなることによってコンパクトのスイングができてしっかりミートできてるんじゃないのかっていうところもあって、そこが良くなってるところじゃないのかなって見た感じも、あとね、まあ、田村のねさっきのバンド言ったけども、守備はね田村の4回で佐藤の8回で、ね、盗塁殺ね取ってから早かった、佐藤も早かった、グッとナイス、こういったところのねマリーンズの守備の良さっていうところがね、この2対1にね結果に結びついたかなと、逆にハムはね痛いミスでも失点でね、6日、6対1でロッテの勝ちっていうところでね、まあ、この日はね佐々木朗希 WBC からね凱旋試合っていうところで、まあ、このね試合前から言ってたんだけど、大体80球ぐらい目安で調整登板みたいな感じで、まあ、しっかり投げていくっていうところで、そしたらよ結果的に言うとよ、佐々木朗希の6回80球1安打11奪三振無四球無失点と80球ぴったしで6回終わるっていうね、グッドピッチで、まあね日本ハム打線の今日解説言ってたんだけどね、日本ハム打線の感じで言うと、追い込まれるまではしっかり打って、追い込まれたらコンパクトに当てに行こうって、パンチショットみたいに当てに行こうっていう感じだったんじゃないのかなっていうね感じはしたんだけども、まあ違うかもわかんないけどね。でまあ初回ね、それで万波がねセンター前ヒット打ってっていうところだけども、もう高めのボール球を振る、低めのフォークもボール球振る、両方振ったらダメです、どっちかにね、それは難しいよ、難しいけど、これやらなきゃいけないのがプロフェッショナル、高めに目付けして多少の高めのボール球を振っていくけど低めは振らないにするのか、高めは我慢して低めは振ってもいいけど低めをね振っていくのか、まあ、どっちかしかなきゃいけないところ、高めのボール球を振る、低めの変化球のボール球を振る、それはもう多分佐々木朗希にとっては楽だと思うの、ダルビッシュにスライダー効いてきたって言ってたけど、スライダーも多少投げたけどね、ほぼまっすぐとフォークボールで完璧なピッチング、もうグッド、ね、太刀打ちできない。でもよ、日本の加藤も7回98球7安打3三振1四球1デッドボール3失点とね、いいピッチングだったんだよ、前回の開幕戦と同じようにね、その中でねっていうところでは、まあ、このね
3連戦やっぱりね、吉井監督のね固い野球っていうのが生きるんだよね。まあ、初回ね、荻野がレフト前ヒット打って、で2番友杉が送りバントを決めて、でねちょっと不調だった中村がここからねセンターオーバーのタイムリーツーベース打つんだけども、風がね10メーター11メーターぐらい吹いてたんだけど、あのセンター方向のライナー伸びるね、一気に伸びてね、多分磯部さんも思ったより伸びたと思う。でセンターオーバー超えてきっちりバンドをしたことによって1点取るね。で4回裏ね、ここでまさかのプレーね、中村がレフト前ヒット、で山口レフト前ヒット、ノーアウト1、2からポランコのねショートゴロが、まあセカンドのね、フォースプレーだけになってワンアウト1、3塁になってチャタリね、ここで解説でも言ってた、ひょっとしたらスクイズとかなんかあるかもしれませんねっていうね、もちろん日本ハムバッテリーもそれは分かってるね。その様子を見るためにファーストへ牽制した、ね、ただの様子見だよ、間を作るためにまさかの超暴投バッとで悠々と三塁ランナーの中村ショートがホームイン。嘘やろ、ミスしまくりやん。もう日本ハムファンの人たちがこの時点でまだ2対0なのよ。だからまだ全然わかんないんだよ。でも日本ハムファンの人たちがもうね大差で負けてるみたいな雰囲気になるよ。それでミスばっかりでやってたから。しかもよ、そんな勝負どころの際どいところのミスじゃないのよ。全部ただのイージーミス、ボンミスです。バッと。もうちょっとちゃんとしよう。そんなんじゃガンガンいっちゃうよ。あのこういう時もあるって言うけど、そういう時は限りなくなくしていかなきゃいけないのに3日連チャンでやばいミス。ここはね乗り切、もう明日試合ないからね、気持ち切り替えてファイターズも行かないとね、行かないよそこら辺は ね。それはもう俺に言われなくてもみんな分かってると思うけどね。で7回表によ、ピッチャー佐々木朗希がね6回でもうきっちり80球で変わるわけで、小野が出てきた時に万波がねチーム2本目のレフトでツーベース打って、で松本剛がねセカンドゴロ、まあ進塁打になって、でまあね、ディフェンス面内容はねもう後ろ下がってるわけ、1点 OK ですよっていうね。でそこで4番ね野村がショートゴロの間に1点入って2対1、7回で2対1、これまだ分かんないのよ。ひょっとしたらね同点後半、また佐々木朗希変わってから、去年ね佐々木朗希変わってから万波がねマリンでサヨナラじゃない、勝ち越しのホームランねセンター右にね打ったようにね、またこっからのバタバタあるんじゃないのかっていうところでね、7回裏ね先頭チャタネがライト前ヒット、で岡がきっちり送りバント決めて、代打井上はねあのピッチャーライナーなんだけども、そこでも加藤をね取ったらね振り向いてセカンド投げて、セカンド誰も入ってなくてセンター56で行ってね、まあ、磯畑そこ取るんだけどもね、そういうのちゃんとしよう、ね、そういう雑さが勝負どころで生きてくるから。あの場合ね説明すると、ね、ピッチャーライナー加藤取ったからいいけど、多分二遊間は取れなかったためにベースの後ろ側はそれ走るよね、そのベースに入んないじゃん、抜けるかもわかんないからね。それなのに取って間髪入れずにセカンド投げたって誰も入ってない、セカンドベースには。そこら辺もうちょっと考えて冷静にやろうね。で2アウト2塁になって、ここで藤原ね、コンパクトなスイングと追い込まれてもね内から出すところでね、でも外野は超前進守備引くわけ、もう1点もやるわけにいかないしね、せっかく1点取ったから。そしたらそのねレフト松本が超前進守備引いてる上を越えて、さてべ藤原グッパッて、まあ、あれにひょっとしたら定位置だったらね取られたかもわかんないけども、このね吉井監督采配でねセカンドまで生かしたことによっての前進守備で上を越えていくっていう、また策がはまるっていうね。でも8回裏はねもういい、押せ押せよね、あのピッチャー井口に代わってね加藤から、で友杉がねセンター前ヒットで、中村ライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁からね、この中村ライト前ヒットもねエンドランになるわけ、大エンドヒットで1、3塁になって盗塁して、で山口が犠牲フライで、ワンアウト三塁からポランコがフォアボールで、ワンアウト一三塁になって、でダイソー小川ポランコで、小川まだ盗塁ね、でこのシャタニがセンターへ犠牲フライ打って、でツーアウト二塁から岡本が、あ違う岡がねちょっと低めのをねしっかりすくってねレフト前ヒットで、小川がスタートも早かったし、ヘッドスライディングも良かったね、ホームに帰ってきてね、セーフと、もやることなすこと全部うまくいく、しかも選手が躍動する、もう完璧な勝ちっぷりで6対1ゲームセットですね。まあ日本はね3安打っていうところでもう打つ手なしっていうね、あとミス多いっていうね中では、まあどうしようもなかったかなっていうところがありますね。ロッテはね小野、坂本、カスティーヨっていうところがね、ホールドをつけて、まあ西村がね最後の1イニングしっかり打って大魂ねっていうところで、まあよくわからない人はダゾンで試合の中継の9回だけ見てください。はい、でね、きっちりねロッテは3連勝っていうところでね、まあ、開幕戦のね3連敗をね、まあ、5割に戻したかなと。あと日本はねちょっともうちょっとねできることをねやらなきゃいけないことをしっかりやってチームをねこのリフレッシュしていかないといけないかなっていうところのね3連戦に見えましたね。さあ続いて楽天対西武、4日0対4で西武、5日1対0で楽天、6日1対2で西武、西武の2勝1敗の勝ち越しっていうね、
ところになりましたけども、まあ、4日ね、4対0で西武のね、完封勝利というところで、西武はね、先発2枚、7回122球、3安打8三振、4つのフォアボール、1デッドボール、無失点と、まあ、5四死球で、6回まで5回以外、すべて先頭を出すも、ことごとくチャンスをものにできないっていう、まあね、その楽天は初回ね、辰巳デッドボールで失礼。で、ワンアウト一塁になってフランコが5-4-3ダブルプレー。で、2回、先頭浅村フォアボール。で、その後島内が4-6-3ダブルプレー。で、3回、山崎、ライト前ヒット、倉川ライト前ヒットで、ノーアウト1、2塁チャンス作るも、太田がバント失敗で、今井の好フィリーディングもあったけどもね、1号、バント失敗アウト。で、その後辰巳三振、5号、ショートフライ。で、4回、フランコ先頭フォアボール。で、浅村、島内、阿部、3者連続三振。ね、で、5回、2アウトから、太田フォアボール、辰巳フォアボール。で、小郷、ここでね、三振。ね、6回、フランコ、先頭ね、ヒットで出るも、4、5、6、浅村、島内、阿部、3者連続、凡退っていうね。で、8回にも、ね、まだ2対0の時に、ワンアウトから、代打ね、渡辺がフォアボール、その後フランコが5-4-3、ダブルプレーと。まあ、ヒットね、4本しか打ててないんだけど、全体的にはね。まあ、今井からも、5つの、四死球を、もらって、全体の投手では、で、ティノコがね、1つのフォアボール。だから全体では6四死球もらって、すべて得点できない。ね。だからこういう言葉がね、野球界格言がぴったりです。取れる時に取らないとこうなるっていうね、典型的な試合で。で楽天先発で則本、6回101球、4安打7三振、2四球2失点と、まあ、1回から4敗、4回ね、完璧なグッピッチ。ね。で、投球もね、素晴らしかったし、全体的に良かったけども、もう5回ね、西武がワンチャンスをものにするっていうところで、西武はね、5回表、鈴木がね、フォアボール。で、ここは告げバント。ね。で、ここで、小玉がね、高めに抜けてきたスライダー、ね、唯一のチャンスを、レフトオーバーの、タイムリーツーベース、グッド。ね。で、その後金子ショートゴロ。で、2アウト3塁になって、ここでね、しぶとくは1番愛斗がセンター前に2点目。ね。この1番に打順変更できる。グッド。一切。ね、このもうワンチャンものにしたっていう感じだからね。で、まあ9回表にね、2点取るんだけど、ここはね、ルーキーの駒子、ね、3者連続フォアボール。ね、で、ノーアウト満塁でピッチャー上に変わるけども、さすがにここはね、次にセンター前ヒットを打たれてタイムリー。まあその後ノーアウト1、2塁からね、後続を打ち取ってね、2点で抑えたっていうところは次はね、よく踏ん張ってなってこうあるけども、まあ4対0ね、完敗でございます。楽天はね、本当にフォアボールからっていうところでもダブルプレーね、3度併殺でチャンス広げられずっていうところで、もうこれは完敗で、ございます。逆に今井はね、本当によく踏ん張ったなっていうところではね、まあこれがね、まあ今井の特徴っていうだけにね、あんまりフォアボールね、まあ出しすぎてこういうところでね、シーズン中負けるっていうところもあるけどもね、今日はしっかり踏ん張ったのがね、良かったかなと思います。で、5日、1対0で楽天っていうところでね、西武先発隅田ね、もう不運としか言いようがない、もう不運。6回100球、ね、3安打4三振、5四球1失点。特にフォークボールめちゃくちゃね、低めのコントロール変化球ね、良かったね。で、楽天先発早川ね、昨年ね、クリーニング手術ね、したところでね、開けて、6回95球、4安打5三振、1四球無失点と。でね、この早川っていうのはやっぱりね、対左の被打率が悪くて、対左がね、どう抑えるかっていうところが課題の中、このね、試合、西武、打者9人中、8人が右っていうね、もう持ち味出せて出せてっていうね、非常に、素晴らしいピッチングがね、生きたかなと。で、楽天はね、初回ね、浅村のダブルプレー崩れでね、1点を取って、まあ、隅位置っていうところになったんだけどね。で、この試合メモリアルで8回ね、浅村がツーベースを打って300本二塁打。で、松井裕樹ね、最年少200勝セーブっていうところでね、もう250勝でね、迷宮帰りなんで頑張ってください。ということでね、今井、浅村亮選手、グッね。だからもう、セーブはもう完敗、なんだよね。この試合ね。まあ、その中でね、まあ、強いて言ったら、まあ、4回、9回っていうところがね、西武、まあ、ワンチャンスあったかなと。ね。だから4回、先頭山川がね、レフト前ヒット。で、牧野のレフト前ヒットで、ノーアウト1、2塁。で、ここでね、強行に出て鈴木、ね、キャッチャーファールフライ。で、佐藤、ライドフライ。で、古賀がね、ショートゴロでチャンス生かせず、バントしたらよかったんじゃないのっていうね、声もある中で、9回同じ状況来ました。ね、ピッチャー松井裕樹、先頭山川がね、ライトでツーベース。で、牧野がフォアボール。ノーアウト一塁になって、ここで鈴木が見事に送りバントを決めて、ね、ワンアウト一塁にして、佐藤三振。で、代打中村。一瞬ね、いい音したから超えたかなと思ったけども、センターフライでゲームセット。
だ結局バントしなくてもバントしても1点取れずっていうところで、まあこれはもう完敗、もう隅田11連敗、1勝してから11連敗、もう不運としか言いようがない。でもここはもうね、踏ん張れ、 いいピッチングしてることは事実だし、見せてくれる人はいるね、こう踏ん張って必ず来る。今は我慢でね、メンタル落ち着けて我慢でやっていこうね。で6日ね、1対2で西武というところで、西武先発松本ね、6回98球3安で4三振2四球無失点とね、素晴らしいピッチング。しかもこの日約 71% がストレートっていうところでね、ぐいぐいストレートを押していく中、楽天打線がねちょっとこのストレートに対応できず、仕留められずっていうところでね、ちょっと凡打の山を築いちゃったかなっていうね、ところがあります。で楽天先発ね、田中マーク7回105球8安打5三振1四球1失点と、まあ、NPB ね、通算1500奪三振引くおめでとうね、まああの負け投手に、ね、なっちゃったけども、こういったね積み重ねっていうのは本当に素晴らしいと思うし、まあ、粘り強くねフォークスプリットっていうところをね低めに集めて、ランナー出すもね粘り強くね頑張ってきたんだけどもね、2回2アウトからねペイトンね、来日1号ペイトングホームランね、思いっきりアウトコースをボール引っ張り込んでね、ホームランっていうところではね、あの非常に、素晴らしかったかなと。でね、まあ、このね楽天守備もね非常に頑張ったの。5回もねあの2アウトからアイトがセンター前ヒット打って、マキノンがねレフトオーバーのツーベース打つんだけども、レフトね小深田から、まあ、クッションも良かったんだけどね、小深田山崎剛ねホームの安田っていうところで、一塁ランナーアイトもね完璧な中継でタッチしてね、グップレーっていうね、これね粘り強くいったけども、これねやっぱ松本を攻略できなかったっていうところとね、その後の佐藤、森脇、ティノコ、増田っていうところでね、まあティノコ1点取られたけども、そのリリーフ陣でね終盤しっかり抑え込んだっていうね、まあ最強のねパリーグ投手陣がね、火を吹いたっていうところがね、まああったんじゃないのかっていうね。まああとはね、そう西武もね、やっぱ最後は守備でね、勝ち切ったっていうところでは、このね、8回ね、ワンアウト1、3塁からね、浅村ピッチャーゴロの間に、まあ1点取るんだけどね、まあここもティノコがね、いい守備をして1点ね、まあファーストでアウトにして、2アウト3塁からね、島内、ね、ツーシームをサードライナーで、このサードマキノンがダイビングキャッチかと。もうね、あれ抜けてたら一気にね、あの同点というところでね、守備で守りきったというところもあるし、9回もねワンアウトからね山崎剛のねレフトフライね、大きいやつをね鈴木翔平がねしっかりキャッチしてね、ピンチをねあの広げないというところではね、正直ねまあ楽天もね非常に守備も良かったけども、このね西武もね随所随所のねところでしっかりねあの取って、無駄な失点を防いだというところではね、この1本のね、ホームラン、そしてね8回表のね山川のタイムリーツーベースっていうところでね、2点目を取ってそれをね守り、抜けたっていうところはね、守備力っていうところもあるし、山川がねこの試合4打数2安打1打点で、前の試合もね山川が打って、これどんどんね山川が上がってくればね、いい感じで打線のねつながりも出てくるし、相手の1番というところも3割2分、ここでねマキノン、ペイトンが打ち出したら西武は怖いね、ところでまあね金曜日の試合からどうなるのかっていうところはね注目ですし、このね隅田に早く勝ち星を与えてあげたいなっていうところはありますけども、まあ、本当この3連戦ね、両チームねあのいい試合だったかなっていうところはあります。西武がね結果2勝1敗で勝ち越しでした。続いてオリックス対ソフトバンク、4日1対6でソフトバンク、5日0対5でソフトバンク、ソフトバンク5連勝で、6日7対2でオリックスっていうところでね、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越し、開幕連勝がオリックスねがソフトバンクを止めるっていうね結果になりましたけども、4日ね1対6でソフトバンクっていうところで、ソフトバンク先発石川ね7回114球4安打7三振無四球無失点とね、初回若干ね制球定まらずね、ちょっとボール先行する中で2アウト3塁ね、ここでピンチを招いてバッター森ね、この1塁間抜けるかっていうところのね、強烈な打球をねセカンド牧原がねスライディングキャッチしてファーストでアウト、グッとこれでね石川も落ち着いたっていうか流れに乗ったなっていうところがあって、まあ、2回以降はね本当に変化球が特にキレッキレで、変化球でストライク取れたってね、もう石川が変化球でストライク取れてカウントを出すともう無双状態になってくるっていうところではね、あの非常にこのね初回の牧原のプレーっていうところが大きかったかなと思うし、まあ、無四球でねもう完璧なピッチング。でオリックスのね先発田島6回94球5安打8三振1四球4失点。田島もね5回まで被安打1と、まっすぐカットボールね、ツーシーム、スライダーと両コースしっかり投げてめちゃくちゃ良かったのよ。ただ、魔の6回、ね、ソフトバンク先頭ね、甲斐がレフト前、で、牧原バント。で、ワンアウト2塁から、近藤ね、このアウトコース狙ったカットボールがインコース際から入ってきて真ん中に入って、それを見逃さず、それまで凡打してんのよ、近藤は。見逃さず、ね、先制の右中間にツーランホームラン、近藤君。そう、見逃さないところがすごい。ね。で、その後柳田がね、ピッチャー強数の内野安打、一塁ヘッドスライディング、まあ、
気持ちはわかるけど怪我するからやめて。もう本当柳田イラクだ、もうソフトバンクはそういうのもあるからね。そこも怪我するからファースト柳田ファーストにヘッドスライディングだけはやめてと思いながら怪我するよって思って俺は見てたけどね試合ね。でその後栗原インコーストレート、これ決して甘くない、結構いいところ、それを腰の回転と肘の畳みでしっかりねさばいてライトへ打った瞬間完璧なツーランホームラン、これで1位抜く4得点、田島としては魔の6回めちゃくちゃ5回まで良かったのに、まあそれをねどんどん攻めていくっていうところにねこのソフトバンクこの4日目ね4連勝の強さがあるね。で8回にも栗原のタイムリーね、でその後中村がレフトへタイムリーっていうところでね追加点取るんだけども、これ栗原の影に隠れてるけど中村がね何気にすごいのよ、いい形のね結果を残してるっていうところでね、多くのところちょっと近藤とかね栗原とかね、まあ、牧原とか侍だったから目が行きがちだけど何気にこのね5番にいる中村晃のね存在がめちゃくちゃ大きいっていうことをね忘れちゃいけないね。でオリックスはねもう5安打で完敗ですね、森のホームランでね報いるね一種報いるのみで、まあ、1対6で、まあ、完敗で、ございます。で5日の日ね0対5で、ソフトバンクっていうところでオリックス先発黒木ねプロ初先発になったところね3回3分の2 90球7安打2三振2四球1デッドボール4失点、全体的に球が高い、もうそうなったら今のソフトバンク見逃してくれないね、それをもうパコパコパコって言われてね。でソフトバンクはね和田42歳1ヶ月で勝利っていうね球団を今井さんをね超えたっていうところで、まあ、5回71球4安打3三振2四球無失点と、まあ、序盤ね結構ピンチ作るんだけども、まあそのね勝負どころで低めにしっかり制御できたっていうところがねやっぱベテランの技っていうかね粘り強いピッチングができたなっていうね、そこパンパンでいかれてたらねひょっとしたら負けてた可能性もある中でねしっかり粘り強くできたかなと。でね、まあソフトバンクはねもうチャンスに1本必ず出るっていうところで、まあ初回ね先頭シュートがレフトへのツーベースで近藤フォアボールノーアウト1塁からね柳田セカンドゴロになってワンアウト1、3塁になるけども、ここで栗原がねきっちりセンター前タイムリーヒットっていうところで先制で、2回もねワンアウトから今宮がねセンター前ヒット、カイアウトになるけどもシュートがライト前ヒットで繋いで近藤がねセンターへタイムリーヒットっていう下位打線から流れを作って上位で返す、まさに侍ジャパンの時のようね。で4回表ね、ワンアウトから今宮センター前カオ送りバントしてツーアウト二塁からシュートデッドボールでまた近藤がタイムリーツーベースで2点を取るっていうね、下位打線から上位へね。で5回先頭牧原ツーベースで中村の時にね、冒頭になるけどもその後中村がライトへタイムリーヒットでね1点、これでもう序盤で5対0で試合を決めるっていうところでね、今言った時ね皆さん聞いた覚えでしょ、結構打つなと打線のつながりいいな思うじゃないですか、これね打線に目が行きがちだけどソフトバンクの強さはね違うところにあるのよ、これが。それ何かっていうとソフトバンクファンの皆さんはそうそうそうそこっていうかもわかんないけど、これ他の球団で言うと対戦するときマジ警戒した方がいいし、選手もし見てたらマジ警戒した方がいいけども、このね5回と7回の牧原の走塁、今も言ったけどね本田がワンパンしてね三塁行くんだけど、ワンパンしても別に森大きく弾いてるわけじゃないからね、ちょっとワンパンしてちょろって目の前に落ちただけ、それを見逃さず牧原スタート切って三塁セーフになるのよ。そしてもう一回がねこれ得点なんなかったけど7回先頭ね牧原がライト前ヒットで漆原ねワンアウト後ワンアウト一塁から上林の時にワンパンなんだよボールが変化球ね。で森はブロッキングの形に行ってミットの中ボール入ってんのよ、でもワンパンした瞬間走ってんのよ、でセカンドセーフ、これね冒頭2個になってるけど別に誰かが悪いわけじゃないのバッテリーは、ただこの牧原の判断力と牧原の走塁技術がやばすぎるんだよ、これでどんどんセカンド行かれたらキャッチャーはもう常にワンバンでももうすぐ送球の姿勢に入ってこないと、もう止めるだけじゃなくて止めて投げるまでやらなきゃいけないし弾いたら行かれるから、これは好きないね、そら強いね、その打つとか投げるとかね守るとかもうそんなだけじゃないの、走るじゃもうね盗塁じゃなくてそういうちょっとでも隙見せたら、隙でもないけどねそこ走るかっていうところを1イニングの中に2個でねもう常にね獲物を狙う目で、ね、狙ってるっていうところのねこの走塁技術の高さ、特に牧原ねこの試合目立ったけども、いやこれ見ていやそりゃ強いなと、これはやばいぞっていうねところがあるんでね、もしまた映像ね見える人がいたらこのね5回と7回のねソフトバンクの攻撃の牧原の走塁マジ見てください、これはやばい、アマチュアの皆さんこれね真似できたら最強にあなたのチーム強くなるね。でまあそれでねまあチャンスに1本出てっていうところで、まあオリックスはね2回3回4回先ほども言ったけど序盤にチャンスを作ったけどもそこで1本出ずっていうところで2回もねまあ2アウトからっていうところが痛いんだけどね、
杉本フォアボール、ゴンザレスセンター前ヒットで2アウト1塁になって野口がねレフトフライで3回ね、茶野がねセンター前ヒットで、太田レフト前ヒットでノーアウト1塁からここね宗が送りバントを決めてワンアウト2、3塁になるんだけども、中川をねファーストフライで頓宮サードゴロでね1点入る。ここのね3回でも1点でも返してきたら状況全然違ったと思うけどね。で4回もう4対0だけども森フォアボールで杉本センター前ヒット、ノーアウト1塁からゴンザレス三振、野口三振で茶野がね、ファーストライナーっていうところで0点。ここでね3点はいけた。これいってたら全然違ったね展開になったと思うけどね。まあここでチャンスを生かせきる。ソフトバンクはチャンスを生かす、隙を逃さない、ね、オリックスはチャンスを生かせないっていうところでね、まあ、5日の試合0対5でね、ソフトバンクの勝利になりましたね。で続いて6日7対2で、ね、オリックスの勝利って一矢報いるっていうところで、まあここはね WBC 帰りのね山本がね満を持して先発っていうところで6回85球2安打6三振2四球無失点と完璧な投球です。グッピッチ疲れもない、ね、いい感じ。しかもこの日ね佐々木朗希も投げたし、まあ、山本も投げたしね、まあ、もう昨日とかだったらね、高橋奎二とかも投げたし伊藤大海も投げたしね、どんどん侍メンバーがね、あと高橋宏斗もね投げた中日でね、どんどん出てくるっていうところではみんなね非常にいいピッチング、だったかなと。あとソフトバンクのね大津、これ前から思ってたんだけど言うの忘れてたけど、なんか山岡に似てるねオリックス、なんかフォームが投げ方とかねっていうちょっとプチ情報でしたね。でソフトバンク先発ね高橋で2回3分の1 45球4安打1三振3四球3失点。高橋でね、まあこう俺が思う、俺結構アンダースロー詳しいわけ、なぜなら10年以上俊ちゃん受けてきたからね。ちょっとねこう行く時にね肩の開き早い、肩の開き早いから手が離れるの早くて、でここだけで左右するからボールのキレも出ないし、コントロールつかないからフォアボールも出すのよ。もうちょっとね肩の開きを抑えて沈みながら出す、ちょっとこう浮くの早い、浮くの、これはアンダースロー詳しい俺からのアドバイスです。浮いて開くの早い、だから離れる、もうちょっと沈みながら沈みながら沈みながらこういうこういう感じ、こうなってるこういう感じでね生きたら完璧だと思う。ちょっとホームのバランスが悪い。まあ、その中でね、3回裏ね、先頭茶野がいいからねルーキー1番に持ってきたっていうね、この打順変更も良かったね今日はね。で茶野がフォアボールで2勝サードゴロね、で森がセンター前タイムリーヒット打って中がフォアボールで、でそこで坂東に代わって宗はねインコース詰まってサードゴロになるけども、杉本がインコースいいところね若干詰まったと思うけど落ち込んでねレフトへねホームランで一気にね4点っていうところは、もう山本が投げて序盤に4点はね大きかったかなと。まあ、その前にね2回ね杉本ライト前、ゴンザレスライト前でノーアウト1塁になってね若月がバスターするんだけども、まあ、553ダブルプレーって言ってねサード出てきてないんだから、出てきてないのに無理やり引っ張ることもなかったんちゃうかって思うけどね、ここすんなりバントでもよかったんちゃうかって思うけどね、まあ、そのね次の回にね、必死にカバーしてね、でここでね終わんないのがまたソフトバンクの強さなのよ。7回ね6回でまあ山本が変わるわけ、大体80球ぐらいでみんな変わっていくからね、WBC 外だからね、まあ、無理もできないっていうところもあるしね。で変わった瞬間に阿部ねで先頭負けがピッチャー巨匠内野安打で中村晃三振、上林三振でツーアウト取るんだけども、ここから上今宮がねレフト前ヒットで代打ねアスティーリョからねデッドボールでシュート押し出しフォアボールって言ってね、まあ、この後ねピッチャー宇田川に代わってよくね近藤抑えた、グッと宇田川ここパンパンってこれ下手したらこれお前山本変わった瞬間に逆転とかあるんちゃうかと思った中でね、ここ1点で収めたのは良かったし、で8回表ね宇田川替えまたぎで行くんだけども先頭柳田ツーベースで栗原セカンドゴロで進塁して牧原のファーストゴロの間に1点っていうね、このじわじわ来るところがね負けはしたけどやっぱソフトバンクの強さっていうところがあるね。で8回裏にねワンアウトから杉本ヒットで今度はアウトになるけども若月レフト前で義母がね内野安打で代打頓宮がねレフトへ走者一掃のねタイムリーツーベース3点頓宮グッ、これでね、まあ、試合がね完璧に終わったっていうところではね、一矢報いたっていうところと、やっぱ山本はすごいなっていうところとね、杉本今年はもう一回ホームランを行けっていうね徳島代表として頑張れっていうね思いの出た試合だったかなと。でもやっぱりね徐々に来るところはやっぱソフトバンクね負けたけど侮れないなっていうね戦いに、見えましたね。まあ結果ね2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。続いてセリーグ中日対ヤクルト
4日0対1でヤクルト、5日0対5でヤクルト、そして6日3対1で中日と、ヤクルトも開幕からの連勝がストップというところですけども、ヤクルトは2勝1敗の勝ち越しというところになりましたけどもね、4日1対0でヤクルトということで、ヤクルト先発サイスリード、6回81球5安打4三振1四球無失点と、まあ、持ち味のね高めストレートっていうところにまあ威力もあり、そして低めに変化球をね高低で投げれたっていうところがねグッピッチングね、特に本当に低めの変化球精度めちゃくちゃ良かったと思います。でその中でストレートも低めに決まりだして、これがまたねもうそうなったらもうサイスニード無双になっちゃうわけよ。高めに浮いてくるとね変化球もチャンスボールになるんだけども、高めのストレートも使いながら低めにもストレート決まって、そこから変化球を落とすっていうね、本当に素晴らしいねピッチングだったと思います。で中日先発大野ね、7回101球3安打3三振1四球1失点で自責ゼロ、これはもう攻めれない、自責ゼロで負ける、攻めれない。ね。まあ、ヤクルトはね、チームアンダー4。で、中日がチームアンダー5っていうところでね。まあ、ヤクルトは6回ね、表、サイスニードね、ライトフライ、アキーノ、ハーフライナー落とす、バッ、エラー。で、出塁して、ね、浜田ライトフライ。で、青木ライト前。で、山田がサード、ファーストね。山田がファーストファールフライ。ツーアウト1塁から村上がね、レフトオーバー、タイムリーツーベースで1点っていうね。ところ、この虎の子の1点をね、守って、まあ、ヤクルトが勝つんだけども、まあ、中日はね、2回、3回、チャンス作ってるわけよ。ね。2回、2アウトからだけど、カリステレフト前、木下レフト前ヒット。で、2アウト1、2から福永のね、ショートゴロ。ね。で、3回。これも2アウトからだけども、大野センター前、高橋周平センター前、秋のフォアボール。で、ビシエドが2アウト満塁から、ライトフライと。まあ、強いて言ったらここだね。ここで点取ってれば、勝ったかもわかんないけども、まあね、少ないチャンスをものにできたヤクルト、少ないチャンスをものにできなかった中日、そしてエラーでランナーを出して返されるっていう最悪のパターン、1対0、大野がかわいそうでした。はい、いや田口はね、ヤクルト、3セーブ目っていうところでね、サイスニードが6回81球、ね、5安打4三振、1球無失点投げて、その後石山ね、で清水、田口と、完璧なリリーフでランナー1人も出さず、シャットアウトというところで完璧な勝利だったんじゃないでしょうか。で、5日、0対5でヤクルトというところでね、まあ、この日ね、中日先発柳、5回105球、4安打3三振、5四球、3失点、もう持ち味出せず、制球乱れる、本当5四球、珍しい、かなりね。で、その中でね、ヤクルトは初回、丸山がね、レフト前ヒット。で、ここで盗塁。でもこれね、ショート仮して取ってたらアウトやと思うんだよね、俺タイミング的に。まあ、とりあえずね、で、その後は青木フォアボール。で、山田もフォアボール。で、村上押し出しフォアボール。で、オスナがセンターフライで、犠牲フライ1点っていうね、ところで、まあ、ここもね、押し、こんな柳見たことないっていうぐらいね、制球乱して。で、ヤクルト先発はね、高橋、WBC 凱旋試合になりましたけど、5回68球、4安打4三振、2四球無失点と、まあ、ストレートの力強さもあり、ね、その中で変化球をね、カウントを取れたのが大きいってね、俺は思ってたわけよ。で、対左にもしっかりチェンジアップ使えてめちゃくちゃ良かったんちゃうかと、変化球の精度も良かったんちゃうかと思ったらね、本人のヒーローインタビューでね、変化球の精度が悪かったっていうのよ。いや、俺は良かったと思うけどねっていうね。で、その中で調べたらね、変化球38球変化球投げて、24球ストライク、14球ボールということで、63% の変化球のストライク率あるのよ。これ3分の2ストライクなんだよ。いい、十分じゃん。侍ジャパン行ったから向上心高いね、納得できないっていうね。でも俺はめちゃくちゃ良かったと思うよ。あそこまで変化球ねカウントが取れてストレートがガンガンねハマってくれば、それはなかなかね打ち崩すの難しい。でしかも対左にもしっかりチェンジアップ投げてたっていうところでね、こっちとこっち両方にね内外にもね変化球使えたっていうところではコンビネーションもね非常に良かったと思います。でね、守備でもねヤクルトはやっぱ光ったわけよね。2回裏、ワンアウトからビシエドがね、ライトでツーベース。で、ここでね、高橋がライトフライ打つんだけども、ライト内山のね、ダイビングキャッチでスーパープレイ、グップレイってね、これ抜けてたら1点入ってるからね。で、その後ね、3回裏、ね、ここもワンアウトから柳がね、レフト返直でツーベース。で、岡林ショートゴロになるんだけども、ここで大島がね、レフト前ヒット。で、レフト青木がね、青木、ショート、長岡、ホーム、中村で7、6に、セカンドランナーの柳、タッチアウト。ね、この2つのプレーで一気にね高橋戻れたんじゃないのかなっていうね。逆にここでドラゴンズが点取ってれば一気にドラゴンズっていうね流れだっただけに、だから初戦もねこのカード初戦も2戦目もねこの前半取れる時にドラゴンズがな取ってればこれね3打であった試合内容だったね。でも逆にそこをねこの内浜のライト内浜のスーパープレー、そしてね青木長岡中村のねランダムプレー、中継でホームタッチアウトしたこのね守備力っていうところがねさすがだなっていうね。
で、まあ、5回の表もね、2アウトから丸山がね、ライト前ヒット。で、ここでね、しっかり盗塁して、で、青木フォアボール。で、山田がタイムリーヒットっていうところで、チャンスをね、逃さない。で、6回もね、内山がフォアボール。で、中村が送りバントを送って、長岡がね、タイムリーツーベース。ね。で、7回も青木がセンター前。で、山田がね、三振するけども、その次に並木が盗塁。で、村上のライト前ヒットで、並木が三塁回ってホームへ生還っていうところで、このね、足も使えて守備もあって、やってる野球がね、素晴らしい。で、並木の走塁もめちゃくちゃ良かったしね。で、そういったところでね、盗塁も絡めて、走塁も素晴らしい。で、守備もね、無駄な失点を与えないで、チャンスを確実にものにしていく。で、バンドで送って次のバッター返すっていうね、もう野球が素晴らしい。ね。で、その中でね、リリーフも、まあ、登板型になってる中でね、この試合は今野、久保、大西とね、しっかりリリーバーが0点に抑え切ってね、中日、被安打6でね、勝ち切るっていうね。で、ドラゴンズはチャンス作るのまた1本ですっていうね。で、俺はこの1、2戦見て、やっぱり思うのはね、カリステ・アキーノ・ビシエド、この外国人3人をね、並べるっていうのは俺はない。これがちょっとダメやないかなって俺は個人的に思うんだよね。やっぱこのもうね、こう並べちゃうと、この外国人3人がね、宇都の町になっちゃって、いろんなことをやりづらくなるから、ちょっとはばらけた方がいいんじゃないのかなって思ってたんだけど、そしたらね、この6日、外国人ね、ビシエドとカリステしか使わなかったけど、ここ外したんだよね。3人並べないでね。まあそういったところでね、ちょっと打線のつながりができたっていうところはあるけども、この日ね、3対1でドラゴンズの勝利っていうね。この日はね、先発、高橋宏とね、凱旋試合になりましたけども、6回98球、1安打8三振、2四球1失点とね、もう初回ね、ワンアウトから浜田がレフトスタンドにホームラン、浜田、ナイスバッティ。まあこれ1本でね、抑えて被安打3っていうところではね、あの完璧な、ピッチング、だったと思います。素晴らしい。まあ今年ね、15勝以上ね、援護さえあればしそうっていうね。で、その中でね、2回の裏、ドラゴンズはね、初回、先頭カリステがね、サード村上浩一、バーッと。普通のサードゴロ。しかもこれがレフトまで行ってね、カリステがセカンドまで行ったっていう走塁。カリステ、グッ走塁。その後、木下がね、しっかりセカンドゴロで進塁打を打って、このね、リュークが、ライトへタイムリーヒットっていうところで、1点を確実に取って、で、3回裏にもワンアウトからね、細川センター前、で、ビシエドがね、フェンスを切るツーベースヒットで2、3塁になって、福永のレフトへ犠牲フライで、カリスタのね、レフトのタイムリーヒットっていうところで2点を取るっていうね、やっぱこのね、外国人をね、やっぱ並べない方がいい打線の流れちゃうかと。で、これで、ね、3点取って3対1でね、そのままシャットアウトなるんだけどもね、勝ったからね、ドラゴンズも良かったんだけどね。でも4回もね、2アウト1、3塁作ってね、細川がアウトね。で、5回もね、2アウト1、2塁作って、リュークがね、ここ見逃し三振。で、6回も1アウト1、3塁作って、細川が6、4、3、ダブルプレー。そっからはもっと楽に勝てたけど、そっから1本出ないっていうね、もうちょっとここら辺がトントントンってできてきた、今日はね、圧倒的に楽だね、試合展開、だったかなと。まあ、ヤクルトはね、2番の浜田がね、ホームラン打って、いい流れ出て、まあ、この7回表ね、ピッチャーが高橋宏斗から砂田に変わったところで、村上がね、センター前ヒット。で、ここで田島が変わって、オスナがね、レフトへツーベース打って、ノーアウト2、3塁。この状況で3対1。一気に同点いけるぞっていうところでね、内山がファーストゴロ。でね、村上が、三本間に挟まれて、でもランナーをね、しっかり進塁させるまで粘ってアウト。で、ワンアウト2、3塁からサンタの三振。あのね、田島のシンカー右バッターへの膝元、あれ、素晴らしいね。あれが投げ切れた横のこの幅がめちゃくちゃ生きてくるんじゃないのかなっていうね。で、その後ね、長岡がいい当たりだったけどね、若干詰まったかな、ライトフライっていうところで、ここでね、一気に同点のチャンスあったけども、このね、田島がしっかりね、粘り強く粘ったのがね、大きかったかなと。で、9回はね、きっちりライデル・マルティネスがね、2三振で打者1人も出せず、抑え切ってね、しっかりものにしたっていうところではね、序盤しっかり取って、まあ、高橋宏斗のピッチングがあったけど、田島が粘ってね、いい感じの試合展開。でも、もうちょっと中盤で中押しね、できる機会があったから、そこをね、していけばチーム状況をもっと上抜きになるだろうと。まあ、ヤクルトはね、まあ、今年初めての敗戦になりましたけど、あそこね、パパーンってね、いけてればっていうところはありましたけど、まあ、こういう日もあるでしょうっていう展開でしたね。結果、2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでした。続いて、広島対阪神。4日、4対5で阪神。で、5日、雨天中止。で、6日、3対0で、広島今季初勝利、雨天コールド勝ちということで1勝1敗の五分っていうね形で終わりましたけども、4日の試合ね、4対5で阪神というところで、広島カープにはね、こんな言葉を、授けたいと思います。トランキーロ、あっせんなよ。これです。内藤選手です。新日本のマジトランキーロ、あっせんなよですね。自滅です、カープね。まあ阪神はね、そこをしっかり見逃さず得点を仕切っていったっていうところで、やっぱ強さがね出たかなっていうね。
で、阪神はね、2回表、ね、先制するんだけども、先頭大山フォアボール。で、続いてね、佐藤フォアボールっていうところで、ここ冒頭になるんだけども、ここなのよ。このね、3ボール2ストライクから1塁ランナー大山がスタート。で、クリはね、ツーシームも若干引っ掛けてワンバンになるんだけども、ここでキャッチャーの坂倉が、なぜかブロッキングの姿勢取らないで、盗塁を刺しに行く姿勢をね、二塁へ投げる動作でボールをこう取りに行くんだけどよ。フォアボールなんだからさ、投げる姿勢いんないじゃん。振ってないんだからね。で、それで後ろに後逸して一塁ランナー大山を三塁へ行かせるっていうね。フォアボールだからもうブロッキングでいいじゃん。もうここ判断ミスなんだよ。まあここね、盗塁されすぎてるからね、それでね、焦りが出たのかな。トランキルロ。焦んなよ、坂倉。ね。で、ノーアウト一三塁になって、森下にね、きっちりセンター前、センターフライね、犠牲フライを打たれるっていうね。まあ、ここら辺、そつなくね、取っていくっていうところはね、阪神も素晴らしいし、新人森下ね、グッと犠牲フライ。ね。で、でも阪神、広島はね、3回裏、ツーアウトからね、菊池がショートへ内野安打。まあ、ヘッドスライディングっていうね。で、ツーアウト一塁から野間がね、ライトへ同点タイムリーツーベースっていうところで、この菊池の激走、グッと。しかもホームにヘッドスライディング。しかも今日はね、菊池4度のヘッドスライディングで今年のねチームのスローガンがむしゃらさ出てるね。あとスタメン発表のあのいつものやつね、いいね。広島はもう振り切っててね、俺は好きです。はい。で、しかしね、4回表ね、ここでも、先頭ノイジがレフト前ヒット、大山セカンドゴロでアウトになるけども、ツーアウト二塁からね、佐藤がフォアボールで、ワンアウト一塁になってね、これ森下ね、レフトへ勝ち越しのねタイムリーツーベースっていうね、ところになるんだけども、ここでもねフォアボールが絡んで、そしてきっちり森下がタイムリーを打っていくっていうね、こう強さね。で、5回表先頭近本フォアボールで、中野がねここあのセーフティーねピッチャー前にするんだけども、クリがね焦って一塁へワンバウンド悪送球、ね、でノーアウト二三塁になって、ノイジーのレフト前ヒットで1打点で、ノーアウト一三塁から大山が犠牲フライときっちり2点取って、この時点で4対1。トランキルロ、焦んなよクリ、ワンバウンド、ね、ミスで自滅です。でもよ、こっから4対1からね、広島も7回裏ね、デビッドソンが佐藤のね、エラーで出塁して、坂倉が打った瞬間わかるね、ライトスタンドでツーランホームラン、グッと、ナイスパッチ。ね。まあそういったところでやっぱ打つのがね、ここで期待できるっていうところは坂倉のいいところ。で、8回裏ね、ピッチャーね、石井から浜地に代わって、秋山がね、ライト前ヒット、マクブルーム三振するけども、西川がライトへのツーベース、ワンアウト2、3塁からデビッドソンがね、高めの球をセンターへ犠牲フライを打って、同点。よく追いついた。こっからっていうところで、ね、9回表、栗林が出てきてね、ワンアウトから中野フォアボール。で、島田セカンドゴロ、ツーアウトになるけども、大山がね、センターへのタイムリーツーベースで、一気に中野がホームインっていうところでね、まあ、こう、フォアボールが絡んでいくっていうね。でも、そこのね、そこをタイガースがね、見逃さないで得点するっていうところが、やっぱりね、強いね。でも、やっぱり、カープはね、ちょっと焦りで自滅でミスっていうところは本当もったいなかったなっていうね。で、まあね、あの、いつか雨天中止になって、雨で流れて、ね、どうなるのか、雨降って地固まるのかっていうところで6日ね、しっかり3対0で勝ち切って、まあ6回ね、あの、雨が強くなって、コーコールドゲームっていうね、ところで今季初勝利になるんだけども、まあ広島先発ね、遠藤、スライド登板っていうところでね、5回88球、3安打3三振、4四球、1デッドボール、無失点とね、決して俺はね、状態は良くなかったと思うし、ピッチング内容的にも甘いところ多かったかなっていうところはあるけども、若干タイガース打線がね、ちょっと打ち損じたかなっていうところはあるね。まあその中でね、で、阪神はね、先発西、5回71球、6安打1三振、無四球3失点、まあフォアボールなかった時にね、いいピッチングしてたんだけども、まあデビッドソンの一発やられたかなっていうところではね、まあこのね、初回、阪神はね、ワンアウトから中野センター前、ノイジーね、ファーストフライ。で、大山フォアボール、これ2アウト1、2からね、この佐藤がファーストゴロ。だからこの日はね、いいところで1本が出ないんだよ。まあね、そんなずっと続かないからね、こういうゲームもあるから、まあタイガースとしては仕方ないかなっていう敗戦だけどもね。で、1回の裏ワンアウトからね、野間がフェンス直撃のツーベースヒットね。でも戻って入るかと思ったけどね、あれね。で、その後ね、秋山がセンター前タイムリーヒットっていうところでね、先制。この1点は大きかったかね。そのピンチをね、しっかり防いだ後の1点っていうところでね、非常に大きかったし、俺はね、今年優勝予想してるのもね、カープがね、カープが強いと思ってるのもそうだけど、秋山がね、今年優勝、俺がね、あの、秋山優勝できるんだったら俺優勝予想するけど、どうなのって言ったら、できますって言うからね、その後押しに向けてやってるから、秋山頑張ってもらわないと困るからね。で、その後ね、タイガースは2回もね、先頭森下デッドボール。で、梅野がサードゴロアウトになるけども、ワンアウト2塁から小畑がね、レフト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から西三振。で、近本ね、あの時に小畑が盗塁試みのアウトっていうね、これワンパンになって、多分ワンパンになった瞬間にね、多分小畑走ったんだろうね。
映像じゃ見切れなかったけどね。でそれを相田がね取ってしっかりね焦ることなくねセカンドスローしてアウトっていうねこのプレーはね大きかったね相澤のね。まあだから小畑としてはやっぱちょっとスタート遅れたんだろうね。で思いのほかね弾かなかったっていうところとね相澤のあの処理が非常に素晴らしかったね。で3回も近本フォアボールで中野送りバント決めてノイジーフォアボールでワンアウト一塁から大山ね、キャッチャーフライで佐藤がねセンターフライと本当にことごとくね点が入んないっていうね、ところではちょっとねこの日はお休みかなっていうね。でも広島もね2回ねデビッドソンねフェンス直撃ツーベース打つけども田中ねセカンドゴロで進塁打打ってワンアウト三塁だけども相澤ねアウトでまあエンドがアウトっていうところで点が取れないね。で巡り巡ってきた4回ね先頭西川がセンター前ヒットを打ってで6番デビッドソンが打った瞬間ねセンターバックスクリーン左横にねホームランっていうね3点ね。でまあその後ね雨が強くなって、コールドゲームっていうところになるんだけどもやっぱ雨が降ってる状況ではいつ終わるか分かんないからねどれだけ序盤にね点取っていくかっていうところが勝負のところでね、まあ、カーブはね先制してあとホームランっていうところが良かったしタイガースもねチャンス作っててね1本さえ出れば今日もね勝てた試合だったかなっていうところはあるけどもまあそんなね全部が全部うまくいかないんで、まあ、ここは仕方なかったかなっていうね敗戦でしたね。まあ結果ね1勝1敗で、ドローっていうところでしたね。ついで DeNA 対巨人、4日0対9で巨人、5日2対0で DeNA、 そして6日4対0で DeNA、 DeNA の2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたね。ホームも変えますね。4日ね、DeNA セレモニーね、佐野の真顔のね、なんて言うんだろうね、よかったね。俺は好きだけどね、ああいうの、ね、もうちょっと張り切ってもねよかったかなって俺は思うけどね。まあその中でね4日はねその セレモニーの勢いはねゲームには生かされずね、9対0で巨人にね圧勝されるんだけども、まあ、巨人はね先発、WBC 回戦のね戸郷6回100球5安打5三振2四球無失点と、まあ、いい形でねしっかり投げれたんじゃないのかなと。で DeNA はね浜口5回93球7安打4三振2四球4失点と、まあ、フォアボールで崩れてないからねっていうところはあるんだけどね、まあ、巨人はね3回表ワンアウトからねブリンソンが、先制ホームランというところでこの日はブリンソンが5打数5安打6打点1ホーマーしかもねサイクルヒットかっていうところでね最高ね送球間にがむしゃらに放って3塁ヘッドスライディングセーフになるもさすがにねホーム送球間でね記録上はツーベースってまあこれはちょっと仕方ないかなっていうね。あれ何でもかんでもしてたら記録がねちょっと低く見られちゃうからね俺はあれはツーベースで良かったんじゃないのかなと。でこの日ね開幕のスタメン以来のスタメンねオコエもね5打数2安打とね非常にいい形になってね、まあ、チームで14安打9打点ね非常に良かったんじゃないのかなと。まあ正直この試合ね DeNA 全くいいところがなかったんでね言うことがないんだよね。2回もね岡本中田でヒットを打ってねブリンソンがセンターに2点タイムリーツーベースっていうね。で5回もね、チャンスで丸がセンター前タイムリーヒットで、7回もね、中田がライトへ犠牲フライっていうところでねしっかりと点を取ってもう9回はねもう乱れ打ちで最後はね、梶谷代打でレフトへタイムリーでブリンソンがセンターへ走者一掃の、ね、タイムリーヒットというところでこれ完璧な流れの中坂本がね16打数0安打っていうね、まあ、今日の試合も打てなかったから19打数0安打っていうね。まあでも俺は思うのよ、あの1回稲葉さんもめっちゃ打てなかった時あったのシーズン中でも終わってみたら3割打ってたからねここからドローって打つ可能性あるからまあ今は我慢だ ね。でもまあ初戦はねもう9対0巨人のね圧勝ブリンソン祭りでしたね。で、5日の試合2対0で DeNA というところでね DeNA 先発平良ね888日ぶりの勝利というところで6回85球4安打7三振1四球無失点と、まあ、真っすぐスライダーカットシンカーっていうところで腕がねめちゃくちゃ振れてた。キャンプで見た時まだ若干緩かったけどまあ仕上がってないっていうところもあるけどね腕があれだけ振れてしっかりコントロールできればそれはなかなかね打ちづらいかなっていうところもあるね。でその中でね DeNA は3回裏ね1番佐野がライト前ヒットで林バンドで宮崎がねセンターオーバーのタイムリーヒットツーベースっていうね。で6回宮崎のねちょっとスライダー入ってきたところをねレフトへ、ホームランというねもうこのね宮崎の2本のねホームランとタイムリーで2対0あとはね守りきるっていうね。でまあ巨人はねまあ結果論になってくるけどもね7回表大城がねセンター前ヒットでここでブリンソンがねレフト前ヒットワンアウト一塁これノーアウト一塁になるんだけどもねあの大城ブリンソンの連続ヒットでねでここで門脇がレフトフライ打ってね大城タッチアップしなきゃって言うんだけど無理でしょあれは怖いよさすがにするかなどうなんだろうねっていうところまあ足に自信がないからなかなかっていうところあるけども俺はそこ門脇バンドでもよかったんちゃうかなと。でワンアウト2、3塁にして代打長野出すからね
今日の梶谷で何とか点を取ってっていうところの俺は策が良かったかと思ったけどね。まあそこ強攻策でね、まあ無得点、まあここが一番のキーポイントかな。でもこの日ね、坂本に代わってね、先発した門脇ね、新人プロ初スタメンでね、3打数1安打初ヒット、グッとね、これからも頑張っていこうっていうね。で巨人はね、メンデス5回3分の1 94球5安打4三振3四球1失デッドボール2失点と、まあ、全体的にね、球が高いからね、まあ、2失点しかしてないんだけど、俺はそんな良かったかなって思うけど、これはもう経過観察だね。もう一回次のピッチングちょっと見ていきたいなと思います。まあ、でも巨人はね、もうこれがね、完敗っていうね、ところかなと。で、DeNA はね、7回、8回でね、ここ追加点がね、欲しかったんだよね。7回ね、ワンアウトからサノフォアボール。で、林送りバントして、ツーアウト2位から宮崎で、ね、ちょっと敬遠気味のフォアボールで歩かされて、ツーアウト1、2位から牧がね、三振。で8回もね、桑原フォアボールで、関根が送りバントして外フォアボール、伊藤フォアボールでワンアウト満塁から代打山とかね、ライトフライでホーム帰ってこれず、で佐野がね、セカンドゴロと1点。ここで7、8でもうちょっと点取れたらね、楽になったかなと。 DeNA はね、この牧の状態が上がってこないっていうところがね、まだちょっと辛いところかなっていうね、打線の周りでは感じたね。で4月6日ね、4対0で DeNA というところで、 DeNA 先発東ね、7回89球4安打8三振無四球無失点とね、めちゃくちゃ腕振れてた。すごい躍動感もあったしね、しっかり腕を振りながら、まあ、ストレート変化球をしっかり投げ切れたっていうところは非常にね、良かったと思います。で巨人先発横川ね、6回89、5安打2、3、4、1、9、1、1点と、こちらもね、しっかりね、腕振れて、まあ、フォームをね、若干グローブの位置を高くすることによって、ストレートスピードが上がったらしいんだよね。まあ、その中で左バッターにもシンカーとか使いながら、カーブ、カット、スライダー、でフォークボールも使いながら、多彩の変化球でね、どんどん攻めていけたっていうところは、非常に次回登板もね、楽しいね、存在に、なったかなと。もうね、皆さん言わなくても分かりますけども、巨人の一番のもうダメダメプレーはここです。2回表、ね、先頭岡本が、レフト前ヒットで、中田翔三振するけどもワンアウト自由からね、好調ブリンソンが、左中間を抜けるツーベース打つんだけども、一塁走者岡本はね、三塁で止まる。まあそれは止まるよ。でね、それなのにブリンソンが三塁に走ってくるっていうね。でも岡本止まってると、で岡本しかないから押し出されてね、あの本塁に行って、まあ、本塁ね、タッチアウトになって、で何を思ったか、ブリンソンがアウトカウント間違えてベースを離れて、タッチされてダブルプレーで0点になるっていう。ここ点取れたよ。そしたら勝ってたと思う俺、下手したら巨人。これはね、かなり痛い得点で、4回表長野ね、ツーベース、またチャンスあるぞっていうところでね、吉川がね、センターフライ、これ最低でもね、まあ、外角の球だったけどね、最低でも進塁打打ちたかったね。で丸岡本でね、1点っていうところもあったけども、進塁打ね、できず長野がセカンドに止まって、ワンアウト二塁からね、丸がセカンドゴロで、岡本がね、三振っていうところで点が取れない。でそんな感じでバタバタね、してたらね、でも DeNA もね、ちょっとバタバタしてたのよ。初回ね、佐野が先頭出るけどもダブルプレーだったりとかね、4回2アウトからだけど宮崎レフトツーベース、で牧がね、サードへ悩んだ、2アウト1、3塁から桑原がね、サードゴロ3アウトっていうところで、まあお互いね、チャンスを作るもね、ちょっと点が入らなかったところで、5回裏ね、関根がフォアボールで、ショートね、外がショートゴロ打つ間にね、セカンドに行って、ワンアウト2塁から山本がね、レフト前ヒットで1、3塁で、東ここどうすんだろうなと思ってたらね、バンドの構えしてた。まあ、こう、送りバンドして、ツーアウト2、3塁で勝負かっていうところでね、なかなかね、バンドもできず、スリーボール、ツーストライクからね、フルカウントでバンドをしてね、で、それが三塁側にいい感じで転げていったんだよね。だ三塁取って、ね、岡本が、さ、ファーストに投げようとしたところで、三塁ランナー関根が一気にホームにね、突進して、ね、吉川に渡って、吉川からホームへ。でも、一瞬足が速くてセーフ。関根、グソール、スパイラルグソール。ね、まあ、サードに出るとね、後ろ誰もいなくなるから、三塁ランナーっていうのは第二リードぐわー取れるんだよね。そこをね、思い切ってね、走ってこの1点取ったっていうのはね、非常に素晴らしい。ナイスプレー。この中で年に何回もないプレーだと思う。で、その後ね、まあ、巨人はね、もうちょっとこの前半点取れなかったっていうところでね、東もどんどんね、調子に乗ってきたっていうところもある中でね、7回裏、ね、ピッチャーが横側から船場様に代わって、ね、小原内安打、で、関根がきっちり送りバント決めて、外三振するけども、山本フォアボール、で、代打楠本が今季ね、初ヒット、第1号代打スリーラン、グッとホームラン。これでまあ、勝負ありっていうところだったね。で、DeNA はね、東の後、ね、8回から伊勢、9回山崎でね、
完璧に抑え込んで、結果ね、4対0で完勝っていうところではね、まあ、横川のね、ピッチングは次回も本当に期待したいし、まあ、船橋さんね、失点してしまったけど、いい球投げてたんでね、まあ、これをね、あんまり深く考えないでね、次回登板しっかり頑張ってもらいたいなっていうところもあるしね、やっぱブリンソンのね、2回の走塁っていうところは、ちょっと試合全体のね、流れからはキーポイントで痛かったかなっていうね、まだ見てない方はそこね、ちょっとチェックしてもらえば、これはありえないぞっていうところがね、出てきます。まあ、結果ね、DeNA の完勝っていうところで、ね、この試合ね、全試合ね、完封ね、ガチ負けっていうところでしたね。まあ、結果ね、DeNA の2勝1敗で、勝ち越しっていうね、いい流れの勝ち方でした。さあ、NPB の総チェックを終わりましたけども、今シーズン、新たに、また、企画スタートします。それなぜか、何かっていうとね、MLB、メジャーリーグ、プチチェック。さすがに総チェックはできないですけども、まあね、今日も、っていうか、まあ木曜日をね、朝5時から起きて、ね、エンゼルス対ね、マリナーズの試合を見てから、朝目覚ましテレビに行きましたけどね、だからもう、何ヘッダーだよっていうね、で、夜はいろんな試合をね、タブレットとかテレビとかでね、見ながら何試合もね、一緒に見てね、もう何、トリプルヘッダー、フォースフィッター、何ヘッダーだよっていうぐらいね、野球見ましたけど、まあ、全試合見れないんでね、まあ、結構ね、いろんなテレビ、ワイドショー、モーニングショーとかね、目覚まし8、で、昼帯ね、ゴゴスマっていうところにね、呼ばれることもあるんで、まあ、メジャーの試合をね、今季、NPB の全試合総チェックとともにね、まあ、日本人選手がね、出る試合っていうのは見れるならね、見ていこうと思ってるんで、その中でね、メジャー選手のね、今の状況っていうところもお伝えできる範囲でね、全部が全部できないんでね、皆さんにこの佐々木総チェックの後のプチチェックっていうところでね、お送りしたいと思います。まずね、今季戦がね、初勝利っていうところでメジャーね、初勝利、5回3分の1、88球、3安打、8三振、3四球、1って、フォークぶり落ちてたね。だから、あれ投げられたら、それはメジャーにもね、抑えれるなっていうところのね、非常に素晴らしいピッチング。まあね、このメジャーに移籍したね、投手陣、結構トミー・ジョン手術するんでね、そこら辺の怪我だけはね、注意してもらいたいなって、その中ではね、非常に、素晴らしいピッチングだったかなと。あとね、5日の試合、ブルージェイズね、菊池投手、ね、155キロオーバーのストレート、ガンガン投げ込んでいくからね、あのストレートしっかり投げてたら、それはなかなかそこからの変化球のコンビネーションね、なかなか難しいなっていうね、非常にまあ1勝目っていうところでね、開幕初登板非常に良かったんじゃないのかなと。あとダルビッシュ投手ね、前回ね、今季メジャー初登板しましたけども、まあ、WBC の時に比べると踏み込みがね、しっかり強くなってたかなっていうところと、まあ、若干まだね、制球ね、定まらないところがありますけど、まあね、本人も言ってましたけど、徐々に良くなってきてるっていうところもあるんでね、まあ、ここからね、仕上げがもっとどんどん高くなっていくんじゃないのかなっていう。でもまあ、WBC の時よりね、踏み込みは浅くて、ちょっとね、力強さっていうところはあったかなと。あと、前田健太、投手ね、怪我明けっていうところでね、の登板、ツインズか、になりましたけど、スプリットはね、だいぶ抜けててね、制球定まってなかったけども、やっぱりこのね、アウトコースのストレート、スライダーっていうところのね、精度はピカイチだったかなと。まあ、その中でね、しっかりまとめ切ってね、いきましたけども、試合時間が1時間50何分。で、相手がサイヤング投手でね、1対0で、勝てませんでしたけど、まあ、投球内容はね、非常に、良かったと思います。被安打も3ですしね、5回79球、3安打、9奪三振、無四球、1失点っていうところでね、非常に素晴らしかったんでね、ちょっとね、スプリットの精度が定まらない中でもね、スライダーっていうところでね、補えた。で、その中できっちりね、9奪三振5回で、被安打3でしょ。もう完璧なピッチングでね、まあ、怪我のね、影響もなさらずしてね、次回登板も期待したいなと。で、今日のね、朝の試合、大谷翔平っていうところでね、まあ、やっぱり開幕戦、アスレチックス戦もそうだったけども、まあ、若干ちょっと制球定まらないっていうのと、ね、スイーパーが50センチぐらい曲がるっていうんだけど、曲がるっていうことは体の方から曲げないとストライクゾーンに行かないんだよね。真ん中から曲げちゃうと全部ボールになっちゃうからね。だからそういったところでね、若干引っ掛け気味で制球定まらなかったなっていうところと、ちょっと相手打線が変化球を意識してるのか、目付けを外にしてるのか分かんないんだけど、外振ってくれなかったんだよね、全然。そこでカウント悪くなったらなっていうところと、内から曲げ出すとね、曲がりが薄くなって甘みになったホームランボールになるからね、そこら辺はね、若干神経質になって投げてたかなっていうところはあるけども、まあ終盤ね、
あの回を増すことによって、まあ、前回のアスレチックス戦もそうだけども試合中にね修正できたっていうところは非常に良かったし、状態が上がらない中でもねしっかりとした結果をね残すところがね大谷の素晴らしいところで、6回111球3安打8三振4四球2デッドボール1失点っていうところでね、まあどのプロ野球選手もそうだけど、ずっと調子がいいっていうのはありえないからね、調子が上がらない中でもしっかり試合を作っていくっていうのがまあエースのねゆえんたるものだから、そういったところではね、まあ調子は良くなかったと俺は思うけどね、終盤になって良くなかった よくはなったけどね、前半戦から比べるとね、その中でしっかりね結果を残していったっていうところは非常に素晴らしかったし、今日のバッティングでもねタイムリー打ちましたけどね、あの三塁線ね、みんな大谷シフトがね、あのまあそのセカンドベースを境に2人ずつ配置しなきゃいけないから、大谷シフトがなくなるからヒット増えるって言うんだけど、今日みたいにねあのサードがショートの方守ってたからね、大谷シフトのおかげでヒットが増えるっていうところもあるからね、そこら辺俺のデータ調べで言うと、去年ね大谷シフトに引っかかってアウトになったのが24回、これがメジャー最多らしいんだよね。でも大谷シフトのおかげで通常の守備位置だとアウトになってるやつがヒットになったのが14本ぐらいあるんだよね。でそしたら結果差が10本だからね、この10本でもすごいんだけどね、それは今年ねこのシフトによってそのねヒットが量産されて3割いくのかどうなるのかっていうところはね、あの楽しんでね見ていきたいと思いますけども、投手としてはねあのフォーシームがね今日まためちゃくちゃ良かったね。やっぱこうだいたい 40% ぐらいスライダー投げて変化球確率 50% ぐらい来るからね、相手打線もやっぱそれは勉強してきてるから、やっぱり変化球対応が多いからフォーシームも結構通用したり振り遅れたりするんだよね。その中で今日もねこのフォーシームをしっかり投げ込めたっていうところもね、まだ途中からね配球パターン変わったんでね、そういったところは臨機応変にね非常に相手バッターを見ながら、配球できてたんじゃないのかなっていうところはね、まあ、結果につながったのかなと。あとオホッピーねあのキャッチャーね、もうオッパッピーと思っちゃうからね、オホッピー今日ホームランも打ったしね。だからでもこのねやっぱりエンゼルスはトラウトと大谷が打たないとなかなか厳しいね、その後ろのね2人フォアボール出ても後ろが繋がらないっていうところでね、でもまあ今季ね大谷初勝利っていうところでは非常にねいいゲーム展開になったし、またねあの大谷が頑張ってくれればいろんなところに呼ばれることもあるんでね、またしっかりエンゼルスの試合はね追いかけて、いきたいと、思います。ということで金曜日ね NPB 総チェック MLB プチチェックでしたということでね、またさこのね週末、3連戦、まあパリーグ2試合はね試合金曜日ないですけどね、どういう展開になってくるのかまたね月曜日しっかりお伝えしたいと思います。ということで今日は以上。